はい、こんにちは。ロカユニバーサルデザイン伊藤です。今回は、待ちに待ったという方もいらっしゃると思うんですけども、レオードの三脚ストラップですね、ついに、発売開始となりました。とは言ってもですね、今カニフィルターが先行は、モニター販売ということでですね、販売開始することになりました。カニの、フィルターを扱っている方でレオード使われている方結構いらっしゃいますので、レオホドの総代理店のワイドトレードさんから、カニのホームページの方でちょっとモニター販売ということで開始していただいて、買っていただいた方のご意見なんかをこうちょっと聞きたいということで、今回発売することになりました。とは言ってもね、これ限定各、これ3種類あります。これカラーバージョンじゃなくてですね、それぞれちょっと仕様が違うんで、3つ5本5本5本のみです。もう今日、SNS アップしたらいくつか注文いただいてます。もうやはりすごくね、注目度がね高いなっていうのを感じています。カニフィルターの場合はですね、実を言うとこういう、以前から発売しているセンター棒がないタイプの、三脚ストラップ扱ってます。こちらも同じような仕様なんですけど、どちらもねやっぱりいいところありますし、ワイドトレードさんもね、いいですかこれ扱っていただけますかって、いやいいです、僕はもういいものであれば何でも扱いますよ。それぞれね、やっぱり見たらいろいろ感じるところもありますし、こちらのいいところもあるし、こちらのいいところもあると思ったので、そういうところをね紹介できればなと思います。で、今回ねこのモニター販売ということで少しお約束してるんですけども、多分ですね、一般で売られる価格っていうのは11,000円だと思います。で、我々のサイトで一般的にやっぱり9,900円ですね、9,980円、すいません、で販売する予定です。で、今回はこのモニター価格ということで9,600円です。もう限界価格で、とりあえずちょっと使ってみようという、ワイドトレードさんね意向なので、そういう価格で、販売させていただきます。これがね今取り付いてるタイプなんですけど、この3種類じゃあ何が違うのと、カラーバージョン出たら買いますっていうねコメントいただいたんですけど、まだカラーバージョンはピンクとかねそういうのはないんですけど、黒い色っていうか、もうこのストラップのところですかね、色を変えるといった、こういう仕様になっています。で、こちらですね、3種類あって何が違うのかというと、これボディ側につけるこの、アダプターですね、これは、変わりません。このストラップも、3種類同じです。で、こちら、三脚の方にこう取り付ける、アダプターも、共用同じ、ここからここまでは変わらない仕様になってます。で、ここの三脚に取り付けるこの金具ですね、部品、アルミの部品ですね、挟み込んでるんですけど、こちらの部品が、3種類で違います。で、脚の最大径こちら 32mm なんですけど、 32mm 用の、こちら金具になってます。ぴったり固定できるような形になってます。カーボンなんどうしても繊維なので、あまり負担をここかけるとカーボン自体が、影響ある可能性ありますので、それで分かれています。で、今回は主力製品の36と32と、28ですね、36ですと LS の365、363、LM の363 などの、36で、始まる製品が対象になります。で、こちらの LS の33、これは32なんですけど、LS、LM とかの32ので始まる、三脚が対象になります。323、324、325が、対象になります。で、こちら28ですね。28ですと LS の284シーリンですね。そちらが対象になります。あと284もありますけど、この、パイプ用専用になってますので、その部分が、違っています。ここだけの部品も、発売されるようなので、もしサイズ違い、これ365なんですけど、サイズ違いでも使い、これ一つで使いたいという場合には、この部品、部品だけをね、購入いただければ汎用性があるような形になっています。ね、非常に、もうこれね、一体、もうナットで取り付けて、
まあ、ネジですね。ネジで、あの、ナットで、六角ナットでこうし、六角ナット穴で、こう、締め付けるような形になってるんですけど、締め付けて、取り外しができるようになってます。結構、やっぱり、かなりしっかりした作り、あの、メタリックでなってますので、非常にいいなと思いました。で、まあ、半日ほどですね、ちょっとこう、持ち歩いたりして、感じたところというのはですね、ちょっとね、肩パッドが、まあ、非常にコンパクトです。まあ、軽いですね。なんですけども、ちょっとね、もう少しね、肩のこう、パッドがあってもいいかな。だから、まあ、別売で、後でこう、取り付ける。まあ、女性なんか特にね、肩にこう、食いついちゃう、食い込んでしまうっていうようなことを考えると、何かもう一つね、付けてもいいかなと思いました。あと、ここはこういうふうにちょっとやっぱり出っ張ってますので、そこら辺のこれぶつけた時に大丈夫かなというのが少し懸念はあります。あとね、ちょっとね、まあ、すごくいいですよってばかりもあれなんで、これちょっとね、ネジ山がですね、浅いなと思いました。だから、ちょっと例えばこういうふうに緩んだ時に、これもう手で締められないので、こういう、この工具が必ず持ってないと、ここグッと締め付けられません。ちょっとね、これ、ちょっと緩みやすいかなという感じはしました。だからもし、もうずっとこれ使うということでしたら、まあ、ネジロックとか、まあ、二液性の、接着剤はちょっと強すぎるので、ネジロックなんか取り付けておいて、まあ、こう、緩まないように接着しちゃうっていうのも一つ。まあ、ネジロックであればね、強い力がグッとやれば、外れますので、大丈夫かなと思います。だちょっと ねネジが浅いなと思ったので、ちょっとこのぶつかったりした時に折れたりとかしないかなというのは、感じました。まあそれはね、大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとそういうところが懸念材料であります。あとやっぱりどうしてもアルミの部品なので、これ 210g ぐらいありました。まあちょっとね、ここのストラップのところでの重さはあります。その代わり、まあ、少しこうしっかりした感じな、感じではあります。こう閉じて持ち歩いてる時に、まあ、ちょっと長い時間持ち運ぶと少しやっぱり脚がね、開脚してきてしまうというところはあります。そこら辺がちょっと気になったところでありますけど、まあ、ほぼほぼ、非常に素晴らしい製品なので、もしご検討いただければなと思います。で、まあ、こちらですね、カニの、三脚ストラップなんですけど、あんまり目立たないというか、ほぼもうホームページだけで Amazon でも、ね、販売してないんですけど、まあそれはもう原価が非常に高くてですね、Amazon に納品できないんですけども、これジッパータイプで、まあこれ汎用性があって、まあ、ここのリングもね、結構こだわっていろいろね試してみて、これ B&H ですねから取り寄せたちょっと部品で、一回やっぱり折れたりしたので、ネジちょっと太いタイプの、太いというかネジ自体は変わらないんですけど、そこのこの取っ手のところをちょっと厚めのものに変えました。それとあとね、ここのところはですね、これフランスのロゴありますけど、 Amazon で買ってるんですけど、これフランスの部品なんですけどね、かなり強度があって、であとまあデザイン的にもかっこいいので、こちらを取り付けたタイプです。でこれ 160g なので、軽いですね。でちょっとね、パッドはね、うちはこういうふうにしっかりしたものになってます。でこれジッパー止めて、まあ、これは日本製で日本で作ってるんですけど、やっぱりこういうのってかなり時間かけてしっかり作らないと、こう滑り止めとか、まあ、性能面でかなりこだわっているので、そこら辺で、日本で作ってます。でこれまあ全部で、今9980円でホームページの方に、販売してますけど、こちらもね、概要欄の方にちょっとリンク貼ってきますので、もしご興味ある方は、ちょっと見ていただけたらなと思います。でこちらもね、もちろん概要欄にしっかり、アップさせていただきますので、まあ、今各限定5本です、まあこれ5本注文いただいてしまったら、今度ね、まあ一般通常価格ということで販売させていただきますけども、ぜひねこちら、まあ他のねメーカーさん、このタイプでもかなり高い金額になってますので、ぜひねご検討いただけたらなと思います。今回はですね、
レオードの三脚ストラップ販売記念ということで、動画を作らせていただきました。またね、何かご質問等ありましたら、ぜひ、問い合わせメールでも、YouTube のこちらの動画の下の書き込みに書いていただけたらなと思います。今回はご視聴ありがとうございました。